限らないですよ。でですね、言うの忘れてました。罰ゲームがございまして、落とした方にはこのきついハリセンでパーン行くのがありますんで、はい、よろしくお願いいたしますね、はい、よろしくお願いします。はい、叩く気満々じゃないですか、はい、大丈夫ですか。ありがとうございます。それでは行きましょう。古今東西、甘いものでございます。せーの、パンパン、いちごのショートケーキ、パンパン、シュークリーム、甘いもの。はい、いった、はい、パン、たきみん、はい、たきみん、甘い、かりんとう、ちょっと待って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 くださいよ、はい、たきみん、たきみん甘くないんですか。僕全然甘くないです、食べてみますか。いやセクハラちゃん、ダメー、ありがとうございます。俺はそんなに甘くない、そうだということでですね、どちらかお尻出してもらっていいですか。お尻、彼女で、彼女、わー、プリント出すな、ほんまにあんた。お尻直接触ってもいいんですか、これは。いや、いいじゃないですか。触ったらあかん、すみません。これ僕叩いていいですか。全然どうぞ。あ、ほんまに、逆に言ってたもんね。なんで二人とも楽しんでるんですか。楽しいでしょ、ほんまにね。なんか、やっあの楽屋で、あのどれくらい叩いていいんですかって、女性やし、はいはいはい、アーティストやしって言ったら、私たちにそんな気遣いいらんって言って、もっと本気で叩いてください。相当 M ということで、はい、でもこれ いきますよ。どうぞ。結構ちょっとマイク戻ってもらっていいですか。はいよ。本気でいいですか。もうちょっとこの辺まで来てもらっていいですか。シャッターチャンスですよ。ガイアがケツ叩かれますよ。いきますよ、ツッチ、いきますよ。なんで喜んでんねん。いきますよ。やったー、音しましたね、音しました。全然痛ない、全然痛ない。ちょっと待って、全然痛ない。俺、悪者に映ってない。汗かきすぎやん。あんまりこうやってお尻叩くこととかないから緊張した方がいいし。じゃあ2回戦いきましょうか。2回戦いきましょうか。はい、2回戦いきましょう。なんでもいいですよ。なんでもいいさ。はい、まあね、季節、この季節ということなので、はい、えっと季節ということなので、もうでもね、ありますから、はい、アホなんで、逃がすとこは逃がしてください。はい、逃がしましょう。はい、じゃあ、でいきましょう。いきますか。はい、古今東西、でございます。せーの、パンパン、うさぎのし、うさぎのし、カツ、はい、カツ、イノシシ、イノシシ、カエル、カエル、カエル、アウト、アウトでございます。カエル年出ました。カエルちょっといけてなかったですよ。ごめん、カエルって俺天然でカエルいけた思った。俺もいけたあったっけと思ってびっくりしたもん。じゃあ叩かれてください。なんで俺やねん。なんで俺なん、お前言うてんの。ちょっとそこはもうなんかサボってた感じしたんで、ちょっとごめんなさいね。叩かれましょう。そこまで言うてください。誰に叩かれたいんですか。なんでそんなに顔が不審な。誰に叩かれたいんですか。指令性ですかこれ。ああ、でもね、女性陣も、あ、僕に叩かれたかったら叩きますけど、はい、いいですよ、誰でも。でも女性の方がいいんちゃいますか。誰か叩かれちゃいますか。いいですか。僕ちょっとあのド S 系が、ド S 系がある方がいいですね。 S 系がある方がありそうな気しますけど。さっきからどうですか、どうですか。そうです、ね、僕行きましょうか、僕行きましょうか。結構です。あ、結構です。この人たち嫌われてる感じで。あ、叩きたいですか、叩きたいですか。じゃあ、 あのこの赤い方で叩いてください。はい、はい、もうあんまり聞いてください。あのこれでもあれですよね、お尻もあれなんで、あのビンタ風にいけます。これはちょっと痛いんじゃないですか。赤い部分で、赤い部分でいいですよ、はい、ただただ痛いだけじゃない。はい、役者の勉強しとけ。何がかわいそうって、間違えてないですか。横向きでやりますか、横向きでやりましたか。加減とかできないです。横向きで、横向きでいいですよ。加減とかできないですよ。あとで一緒にこっちでいきます。こっちでいきますか。どっち、こういきますか。まあ、音もいいんで、ね、立ち位置変わってもらっていいですか。立ち位置変わってもらって、はい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 、立ち位置変わってもらって。いきますよ、もう思いっきりいきましょうね。本当に大丈夫です。いきますよ、いきますよ、せーの、お願いします。よいしょ。気持ちいい、気持ちいい。ちょっとドン引きされてますけど。リアクション間違えましたもん。間違えてなかったんですけど、殴られてるって。あ、なんで俺殴られてんの。帰るか、お前や。はぁ、すごい怒るやん。怒りますよ、そらね、まあ、たまには。すごい怒るし、すごい挙動不審になるやん。大丈夫。
んだけさんだけです。僕は思ってないですか。これなんでって俺の目見て言って俺の目見て。お客さん歩きですから。めっちゃ仲悪いじゃないですか。なんなんですかこれ一体。兄さんこんなもん。時間はそっちだけで盛り